こんにちは、アウトドアファミリーです。はい、今年もやってまいりました。 G-SHOCK のですね、こちら福袋を購入してきましたので、こちらの方ですね、開封していきたいと思います。今回買ってきた G-SHOCK の福袋はですね、5万円の福袋を買ってきました。税込み5万5千円ですね。で、入っている G-SHOCK の内容が、まず G-SHOCK の Bluetooth 電波ソーラーモデルが1本で、もう1本が G-SHOCK の電池モデルが1本、そしてラストがベビー G の電池モデルが1本ということで、合計3本の G-SHOCK が入っているということであります。それではね、早速開封していきたいと思います。どんなの入ってるんでしょう。毎年楽しみなんだよね、これ。よいしょよいしょ、いきますね、いきますね。どっちにしようかな、何かな。それでいきます、これからいこう。じゃん、よいしょ。なんだ、あ、ベビー G が出ました。1本目ベビー G です。それではいきたいと思います。じゃん、お、ピンク色のなんか袋です。あ、この中にそのまま入ってるもん。それではいきます、せーの、じゃん、おお、こんな感じのモデルです。はい、まず1本目ベビー G はね、こんな感じのモデルです。全体的な黒で、中の文字盤とかがゴールドのタイプですね。こんな感じのモデルです。ちょっと見させていただきます。お、ちょっと洒落てていいんじゃないですか。かわいい、ねえ、いいと思います。これ普通に、うん、黒入ってるんだ。いや、これ黒入ってるんだね。いや、俺絶対オレンジとかかなと思った、うん、ねえ、これ普通にできないですか。いける、いける、ね、アウトドアとか普通にちょっと行ったりするのにいいのかなって、かわいい、かわいい、ね、思います。あ、いいじゃないですか、ママさん、ね、いいの入ってました、ね、あ、結構ベルトも結構柔らかめ、うん、カッチカチかなと思って、今冬だから結構ほら寒いからね、カチカチになるのかなと思ったら、フェイスがちょこっと大きめでいい感じだと思います。1本目ベビー G、 こんなのが入ってました。かわいい、メガネ斜めってない、たまにこういう時あるからね。やばいよね、やばいやつになっちゃってる。2本目いきます、じゃん、いきます、せーの、カーニバル。来ましたね、これは結構。おほほほほ、こんな感じのモデルです。スケルトンモデルですね。スケルトンモデルの電池のモデルですね。なんかグレーがかったスケルトンにオレンジの脇のプッシュボタンとかがオレンジのタイプですね。ちょっと見させていただきます。おお、いい感じ。これは電池モデルの G-SHOCK ですね。お、いいんじゃないの。ちょっと若者系というか、うん、うん、ちょっと俺がするのにはちょっとかもしれないけど、これユータとか若い方がするには全然いいかな、うん、まあ普通にアウトドアとか、うん、そういう感じで利用するんだったら、うん、まあそんなに年関係なくというか、うん、つけられるそうな感じですね。わあ、いいじゃないですか、ね、え、なんか昔のから比べるとなんか G-SHOCK ってこのベルトとかが柔らかくなってるような感じがする。あ、ほんと、うん、そんなことないのかな、うん、なんかちょっとしなやかっぽくなってるような感じですね。あ、いいじゃないですか。オレンジの針がすごくこうアクセントになってて、うん、聞いててすごいかっこいいモデルですね、うん、それでは3本目いきます。3本目はBluetooth 電波ソーラーモデル、はい、本命といえば本命です。じゃーん、お、やべやべ、強かった。来ました、もう来ました。素晴らしい字が書いてあります。 G-SHOCK マスターオブ G って書いてありますよ。これは結構来るよ。どんなモデルだろう。好きだから、ね、いやー、どんなモデルだろう。いきます、お料理先に皆さんに見ていただこう。いくよ、せーの、カーニバール。あ、ごめんなさい、また箱だ。それではいきます、せーの、カーニバール。何色、何色、何色、見ていいですか、見ていいですか、いいですか、いいか。おお、あ、フロッグマン来たよ。嘘、フロッグマン来たよ。フロッグマン
マジフロッグマンじゃん。うわかっこいい。ちょっとちょっと見せてください。いやフロッグマン来た。やめろ。フロッグマン来たよ。めっちゃ当たりじゃん。ね、人気のモデルなの？いや人気も人気、結構かなり人気っすよ。へえ。超当たりじゃん。ダイバーズモデル。パパダイバー好きだから。うん。かっこいい。かっこいいじゃん。すごい。フロッグマンダイバーモデル。すごい。来ましたよこれ、来たこれ。いいよ。すげえかっこいい。まあラバーがね、まずね、何？ブルー、ブルーというか紺？うん、紺かな。ネイビー。ね、ネイビーみたいな感じですね、明るいネイビーって感じなのかな。でベゼルのこの周りの部分がシルバー。いやーかっこいいわ。でここにこういうさ、タフソーラーとか書いてあるところが黄色の文字、あこう青系に黄色の文字って俺好きなんだよね。そうなんだ、うん、これかっこよくないですか。めっちゃ当たりやん。すごい色がすごいさ、無難なさ、かっこいい色で、結構奇抜の色黒だと全然、ちょっと乗せていいかなこれね。こんな感じです、腕に乗せると。めっちゃめちゃかっこよくないですかこれ。似合う似合う。でこの透明なフィルムとかもついてるのね。うん、この何クラスになると、うん、本当だね。これだとなんかそのままボンってやってる感じなんだけど、そう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 、これすげえかっこいいわ。ちょっと今値段の方を調べようと思ってるんですけれども、なんと定価99,000円税込みです。やっばー、すっげえことじゃないですかこれ。だって5万円、55,000円の福袋だよ。税込み55,000円がなんとメーカー希望小売価格税込み99,000円のフロッグマン。すごい。マジかすごくない？これでそれプラス時計2本入ってるからね。ねえ、時計が超絶当たりじゃん。で定価で言うとじゃあどれぐらいになるのこれ。で全部合わせると、うん、合計税込み133,100円分入ってました、うん、メーカー希望小売価格税込みで133,100円分今回福袋に入っていたということです。まあ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 定価とはいえだいぶお得な福袋だと思います。で何よりやっぱりこの フロッグマン、このフロッグマンがやっぱり超絶気に入りましたですねはい、ということでですね、今回は G-SHOCK の5万円の福袋の開封の方を行ってみました。なんと、自分のですね大好きなフロッグマンが1本入っていったということで、今回はですね大満足な福袋となりました。それではご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。